今日午前2時20分ごろ丸亀市富士見町の磯崎拓馬さんの住宅にアイスピックのようなものを持った男が押し入りました男は磯崎さんを金を出せなどと脅し左の手のひらを刺しましたそして磯崎さんを自分の車で港の近くに連れて行き顔などを複数回殴りました磯崎さんが隙を見て逃げ出したため男は凶器を持ったまま車で逃走しました 磯崎さんは全治1週間の軽いけがをしました。逃げた男は20歳くらいで、警察が強盗致傷事件として行方を追っています。